っちがいいと思う？こっち？それともこっち？どっちもつまんない。もういい、部屋を飾るものが何もない。それなら自作すればいいじゃん。そうね、何かアイデアはある？キツネがいいなって思ってたんだ。キツネを描こう。それとも、これで何かする？うん、この背景スペシャルになると思う。まず適当に色を塗るよ。適当なら適当なほどいいんだ。楽しそう、僕も描きたい。そうそう、こんな感じ。ねえ、全然綺麗には見えないんだけど。綺麗に見えるのはこれからよ。で、なんでこれが必要？水彩画の背景を作るためよ。まず最初に水をたっぷり塗るよ。ダメだって、紙が破れちゃう。心配しないで、大丈夫。これからがすごいテク。わあ、とっても綺麗。これなら壁にかけれそうだね。あら、キツネを描きたかったんでしょ？そうだった。これがステンシル、僕が作ったの。すごい。じゃあ私が塗るね。これでどうだ。スタイリッシュなキツネになったでしょ。うわぁ、想像以上のすごさ。僕たちって本物のアーティストだね。次の工作のアイデアが湧いてきた。こっちもすごいよ。絶対かっこよくなるはず。絶対に。これは一体何なの、サムチン。紙のお花を作るんだ。できた。どうかな。おっと、気をつけて、サムチン。アイデアはいいから、この花をちょっとだけよくしよう。花びらをこうやって曲げると、絵がもっと立体的になる。花の中心に何か必要ね。任せて。ちょうどこれを用意してたとこ。はい、どうぞ。とてもカラフルだよ。ごめん、でもそれはちょっと。他に何かアイデアない？そう来るとは思わなかったけど、まあいい。はい、これをどうすればいいのかわかんないけど。大丈夫、私が知ってる。じゃ、もう一つあげるね。ありがとう、この2色とってもよく合うね。わあ、可愛く仕上がった。気に入っちゃった。これをここに貼り付けよう。でももっと花が欲しいな。僕に任せて。花よ、育て。花に何かが足りないとは思わない？それって茎のこと？こんなの見つけたよ。それはちょうどいい、ありがとう。あと、花には葉っぱもなくちゃね。あと絶対に蝶々も必要だ。いつも花の周りを飛び回ってるもんね。そうね、とっても綺麗に仕上がったよ。遠くから見せて。キャンディートロールズ見つかっちゃった。誰？サム、一体何の話？あ、プチプチ、いいね、アイデアが湧いた。プチプチを使って花を描こうと思うの。トロールはいなくなった？ここには私とサムしかいないよ。でも数感じるんだよ。これはどう？キャンディ、そんなので簡単に騙されるとでも？わかった、それなら自分で絵を描こう。頑張って、僕はこのキャンディを味わってるから。ちょっと待った。まずはこれを塗らなくちゃ。楽勝。次はこれを紙にしっかりと押し付けるの。さあ、どうなったかな。うわぁ、もっとやろうよ、ズ。僕が選んだ色を見て。わぁ、素敵な色ね。これでよし。
どんどん行くよ。点々だけじゃ花には見えない。まだ終わってないもん。多すぎなんてことない。特に花を描くときはね。その通り。この方が見栄えがいいよね。どう？これを見て。バラを描くことができたらな。大好きな花なの。早く言ってよね。急いで、見せたいものがあるから。早く。サムチン大丈夫？綺麗なバラを描きたいのに。ビニール袋はどこに行っちゃった？これでいいの？それそれ、ありがとう。まずはこれを膨らませるんだ。やば、目が回ってきた。手伝って。すいいよ、サムチン、いつでも任せて。さすがスー。それじゃ始めるよ。ポリ袋の角を赤い絵の具で塗るだけ。こんな感じで、次はどうするの？これを押し付けて。はちょっとすったら紙に押してよ。そうだった、ごめんね。わあ、本当にバラみたいだ。ついに大好きな花を簡単に描けるようになっちゃった。やったね。うん、もっと描こう。そろそろ緑も描き出そうか。次は茎も描くよ。こんな花束を持ってデートに現れたい。鏡のサム君、これ君に。そんなのいいのに。ちょっと少しぐらいカッコつけさせて。でもバラにこのリボンが必要なの。これは傑作。バラの描き方を教えてくれてありがとう。もっと絵に命を吹き込んだらどう？いい考えがある。サム、何してるの？こんなテントウムシを 3D で作ろうよ。それならできそう。この絵は暗めの色の紙に描こう。謎の夜のテントウムシを描くの？違うけど、絵がもっと鮮やかに見えるよ。ここからがお楽しみ。今回は指で絵を描くんだ。え？指だけで？うん、これを見て。僕もやりたい。でも汚れるのは嫌だな。そうだ、この筆が僕の問題を解決してくれる。これあげる。この絵にはもっと草が必要だ。ナイスアイデア。次のステップではパステルは太すぎるからペンにするよ。細くて綺麗な線を描くね。いいね。スーン、騒ごうぜ。オーイエーイ。これぞ。イエーイ、ダンスしよう。ね、私もドラム叩きたい。イエーイ。ただし、絵の具でするの。それじゃ、テントウムシを貼り付けよう。これなら色もよく見える。すごい見た目だよ。この目はテントウムシにあげちゃおう。翼を作るには、円を半分に折ってね。こんな感じ。テントウムシさん、雲の上まで飛んでいけ。翼が片方だけじゃ遠くまで飛べないよ。確かに。もちろん水玉模様が必要ね。かわいいテントウムシを追加。かわいい。素敵、完成ね。今日描いた絵を全部見てみよう。
これで壁が楽しくなった。やったね、スン、お疲れ。やったね、みんな見てくれてありがとう。チャンネル登録を忘れなく。また会おう。みんな元気でね。